まあいうことなんです、はい、もう一つですねこの黒川さんの定年延長問題について法務省の官房長が官邸に持ってきて頼んだとそれでその理由は今検事総長の稲田さんがお辞めにならないから。 黒川さんの定年延長ということをお願いしたというふうに推測されるんですが法務省の官房長が官邸に持ってきてあの頼んだということもこれは本当ですかあの、まあ、私もあの詳細についてはまあ承知をしていないんですが基本的に検察庁の人事については、えー、検察のトップも含めた、はい、その総意で,です、ねはい、こういう人事でいくということを持ってこられて、はい、まあそれはそのまま大体。 我々はあの承認をしているとまあ、ええ、いうことなんですね。官邸が介入してそれを変えるとかそういったことでは、そ,それはもうありえないですね。ありえない。ありえない、ね、全くなさっていない。ええ、はい。それからもう、まあいうことなんです。はい。がもう一つですねこの黒川さんの定年延長問題について法務省の官房長が官邸に持ってきて頼んだとそれでその理由は今検事総長の稲田さんがお辞めにならないから。 黒川さんの定年延長ということをお願いしたというふうに推測されるんですが法務省の官房長が官邸に持ってきてあの頼んだということもこれは本当ですかあの、まあ、私もあの詳細についてはまあ承知をしていないんですが、はい、まあ基本的に検察庁の人事については、えー、検察のトップも含めた、はい、あその総意でこういう人事でいくということを、はい、持ってこられて、まあ、それはそのまま大体。 我々はあの承認をしているとまあ、ええ、いうことなんですね。官邸が介入してそれを変えるとかそういったことでは、そ,それはもうありえないですね。ありえない。ないね、全くなさっていない。ええ、はい。それからもう。